奈良交通奈良営業所は奈良県大和郡山市白土町にある奈良交通の営業所奈良貸し切り営業所 NC バス郡山営業所と併設している最寄り停留所は白土町奈良県道754号沿い近隣に性能運輸奈良支店森聖機テクニカルセンター奈良交通教習所がある以前は奈良市南京バ手町に存在したが 1988年3月20日に、郡山営業所として一部機能を移転。1998年2月1日に、郡山営業所を統合して一本化した。同時に、天理市市柳町にあった天理営業所も廃止された。元の奈良営業所跡地は、近鉄バス奈良営業所跡地と共に、イオン大安寺ショッピングセンターとなった。路線は主に、近鉄奈良駅。 JR 奈良駅、天理駅を起点としている。本営業所一般路線の運行エリア自治体は、奈良市、天理市、大和郡山市、山添村、京都府木津川市にまたがる。四季郡三町は、コミュニティバスを除き撤退した。以前は、本営業所管轄路線が乗り入れていた生駒市、柏原市、桜井市、京都府笠木町、三重県伊賀市からは、完全に撤退している。 なお、小型バス運行路線の多くは、NC バス郡山営業所に運行を委託している。新大宮二条大路線主に、伊東洋華道奈良店への輸送を担っていたが、伊東洋華道の送迎バスが運行されたため、減便された。2020年3月14日改正より、毎月第2土曜日に一往復のみの運行となった。市内循環線奈良交通市内循環線路線図に、 系統6系統1系統2系統がメインである。乗車方法は前乗り中振り先払い。主に市内循環専用のラッピング車両が使用されていて、車内には案内で使用される液晶モニターが設置されている。以前は3扉バス、ワンステップバスなども使用されていた。2007年3月からはレトロ町バスが運行されていた。 日中は1系統が8分ごと、2系統が10分ごとに運行される。各停留所にナンバリングが不番されている。市内循環は2系統の方が運転時間帯が長く、かつては深夜バスの運行も行われていた。中循環は平日朝のみの運行。5系統は2015年4月1日のダイヤ改正をもって廃止された。 奈良公園線奈良最大寺線14系統は、12系統と北家寺線13系統を統合する形で運行されるようになった。140系統は2008年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。12系統は朝の通勤時間帯のみ、11系統は平日深夜2本のみ運行。 12系統及び14系統は2013年3月17日のダイヤ改正にて JR 奈良駅西口発着となった。歴史については、平常営業省ま間線、歌姫線を参照のことホッケ事線2010年3月19日、現在、15系統は平日に一往復のみを、131系統は平日の朝方に、 航空自衛隊行き一本のみを運行13系統及び131系統は2013年3月17日のダイヤ改正にて、JR 奈良駅の乗り場が東口から西口に変更された。奈良学園線、北山と営業所、西山と営業所も担当している。 恋の久保線、奈良富尾線2018年5月1日、奈良県総合医療センターの移転に伴い、39.43、系統が廃止された。県総合医療センター口は、宝来三丁目解消。2014年4月1日、県立奈良病院口は、県総合医療センター口へ、県立奈良病院前は、県総合医療センターへそれぞれ解消。 2013年3月17日現在、48系統は、北山と営業所と共感。41系統は、天勝寺駅行きが夕方から夜間にかけて、数本、学園前駅行きが早朝に1本のみを運転。43系統は2018年3月17日改正で、廃止された。廃止直前は平日、土曜の朝方に一往復のみ運転されていた。 ハンナ道路線学園前高畑線は、奈良県庁、奈良市庁などが所在する奈良市中心部から大和最大寺駅南口を経て、奈良市西部の学園前駅方面へ至る、バス路線である。学園前駅発着のバスは、前扉から乗車し、乗車時に整理券を受け取らない、前乗り運行が基本だが、学園前高畑線のバスは後、扉から乗車し、 乗車時に整理券を受け取る後乗り運行である。バスのフロントガラスには後乗りの表示がなされている。校車は前扉から行い、3扉を持つバスの場合は中扉を締め切りにして運行された。2013年3月17日のダイヤ改正で北山と営業所から東営業所に移管された。2021年4月1日のダイヤ改正で 大和最大寺駅南口の駅前広場に停留所が新設。さらに、最大寺南町、菅原あずまの停留所も新設された。160系統を、平日の朝を除き近鉄奈良駅発着の161系統に変更した上で、近鉄奈良駅から大和最大寺駅南口への片道運行となる162系統が新設された。 奈良天理線2021年4月1日現在、44系統は、平日に、天理駅行き1本のみ、73系統は、平日に1往復のみを運行。なお、66.92192系統は土曜休日には設定されておらず、92.192系統は82.18に系統に変更される。 2021年4月1日のダイヤ改正で、天理よろず相談所病院の土曜の外来休診に、伴い、土曜に、憩いの家外来棟を経由する92.19に系統は、憩いの家外来棟を経由しない82.18に系統に変更された。1990年代前半までは、JR 奈良駅近鉄奈良駅下山天理駅、桜井駅を結んだ。 長距離路線もあった。サホスクール線2010年3月19日現在55、55系統は、奈良サホ短期大学及び高窓高校の斧のの工事国時刻に合わせて、ダイヤが設定され、各校の休校日は一部が運休となる。なお、143系統は2008年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。 山村線2010年3月19日現在、58系統は、平日の朝方に山村町行き一本のみの運行。なお、59系統は2019年3月16日のダイヤ改正をもって14、145.146系統は2008年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。六条山線西の景域付近ではすれ違えない。 狭いな区間が存在しているため、誘導員が配置することがある。奈良公園と奈良県総合医療センターを結ぶ、系統は、主に、朝は63系統、日中は77.78系統、夕方以降は72系統が運行されている。2018年3月17日改正より6条、山奈良県総合医療センター間を延伸、従来の70系統を、 春日大社本殿方面を77系統、奈良県総合医療センター方面を78系統として運行している。77.78系統の運行時間帯において、春日大社本殿に入れないときは、県庁前始発、終着になったり、春日大社表参道始発、終着になることもあるので、案内に注意する必要がある。 奈良白土線庫の5系統は2008年3月17日のダイヤ改正をもって廃止された。二条王子、郡山線2020年3月14日、改正より、毎月第2土曜日に一往復のみの運行となった。三橋線2010年3月19日現在、平日の始業、終業時刻に合わせて運行。 通り山4モール線2010年3月19日運行開始。2010年3月19日運行開始。天理シャープ線65系統は天理よろず相談所病院の外来休診日に運行されず、55系統が代わりに運行されている。2021年4月1日のダイヤ改正で、天理よろず相談所病院の土曜の外来休診に伴い、土曜に 憩いの家外ムネを経由する65系統は、憩いの家外ムネを経由しない55系統に変更された。天理市内線笠木線京東中学校の移転などに伴い、2014年4月1日、奈良市東部出張所は、京東中学校より、京東中学校は、大柳生小学校よりそれぞれ解消。2014年4月1日現在、 106系統は、平日のみの運行、分系統の各路線は、休校日は運休となる。なお 96.、96.105106系統は、小型バスも使用。77、96、105系統及び106系統は2013年3月17日のダイヤ改正にて、JR 奈良駅の乗り場が、東口から西口に変更された。 奈良月ヶ瀬線京東中学校の移転などに伴い、奈良市東部出張所は2014年4月1日に京東中学校より解消。95系統は平日に JR 奈良駅行き一本を運行。長尾町石田間は自由乗降区間となっている。また、桃川野口石田間では三重交通の52.5354系統と並行しており、 三重県東方面へ抜けることも可能である。九十四系統は2013年3月17日のダイヤ改正にて JR 奈良駅の乗り場が東口から西口に変更された。奈良野牛線、長尾町、野牛、王子中村間は自由乗降区間となっている。百、百一系統及び百二系統は2013年3月17日の ダイヤ改正にて、JR 奈良駅の乗り場が、東口から西口に変更された。野牛スクール線東山線日さ太平、おまけ等は平日、土曜に一往復のみを運行、日さで JR 奈良駅発着のバスと連絡する、ダイヤが組まれ、乗り継ぎ運賃も設定されている。美白号時、下水館、北野間は、自由乗降区間となっている。 奈良つげ千百号寺、下水管管は自由乗降区間となっている。この2系統は2015年6月1日のダイヤ改正をもって廃止、奈良市コミュニティバスに移行した。平常線と1300年記念事業に伴う臨時路線下記の路線は平常線と1300年記念事業に伴い2010年4月24日から11月7日まで運行していた。 平常旧席会場内にバスターミナルを設置し、シャトルバスの発着点として利用していた。なお、有料の路線バスは、会場内には入らないため、沿道の、二条王子南四丁目停留場を利用することになる。上記のハン道路線三十二、三十八、系統赤肌山行き、北山と営業所所属の二百六十、系統学県北伊古間駅と合わせて、 会場への輸送手段の一つとして利用されている。奈良交通の時刻表でもこれらの系統が合わせて記載されている。期間中毎日運行。各定留所に停車。運賃は通常路線と同じ。おおむね11から15時台の運行で、平日は1時間に2本、土曜、休日は1時間に3本運転された。なお、本系統は、 平常級席会場イベント終了後も2010年11月中の土・日宿日に限り1時間に2本運転された。今後の運行予定については未定。2015年現在は1300系統は運行されていない。運賃は無料。JR 奈良駅、大和西大寺駅からのバスは頻発運行。近鉄奈良駅の路線は駅行きのみ。 期間中毎日運行。途中ノンストップ。フェア期間中のみ運行で、この期間は、周辺の道路渋滞緩和のため、平常急席会場の駐車場を、障害者等専用にして、郊外に駐車場を設け、そこからバスに乗り換えてもらう施策をとっていた。運賃は無料だが、協力金として普通車500円、50cc 超のバイクは200円かかっていた。 途中ノンストップ。木津川市発着は、平城営業所、大和郡山市、奈良西発着は、北大和営業所など、他の営業所の車両も運用に入っていた。京東中学校の移転などに伴い、2014年4月1日、奈良市東部出張所は、京東中学校より解消。奈良新宿線名古屋線関西国際空港奈良線。 大阪空港奈良線旧郡山営業所、旧天理営業所のおの管轄となっていた路線を含む。この2系統は2011年3月16日のダイヤ改正にて廃止された。上野天理線の項も参照。三重交通バスと並行して運行されていたが、奈良交通側は2006年10月1日のダイヤ改正をもって廃止され。 天立下線の17系統に縮小された。奈良から京都まで結んでいた路線で、同区間を運行する、近鉄バス京都線と共同運行の扱いであった。元は、八木駅から京都駅までの長距離路線であったが、1990年代に、系統分割された。また、京都市内では、クローズドドアシステムになっていた。なお、近鉄奈良駅の間は停留 近鉄バスに合わせていたため一部停留所を通過することから休校として案内されていた。運行便数は長らく一往復のみであったが、1996年に廃止となった。2018年3月17日改正より、奈良県総合医療センターへ延伸の上、試験運行という形で復活し、NC バスが運行している。 県立高校の再編で、四季高等学校が2007年3月、卒業生徒をもって、並行となったのに伴い、路線も廃止された。市内循環線及び恋の久保線は、運賃220円均一前乗り運賃先払いのため、ワンステップ及びノンステップの全中飛車を使用している。車両によって、市内循環線1、2系統限定。 市内循環線及び中循環線限定、これら全線での共通運用車両がある。なお、市内循環線の臨時便には、稀に整理券発行機を搭載した前後扉の車両を、前乗り後フェリで運用することもある。これら以外の、各路線は、整理券発行機を搭載した前後扉及び、全中費の車両を使用する。なお、 13系統 JR 奈良駅航空自衛隊線は運賃210円均一であるが、現在は最大次線と共通運用の関係で、後乗り運賃後払い式になっている。また、JR 及び近鉄の郡山駅と4モール、山と郡山を結ぶ路線については、駅発は後乗り運賃後払い、駅行きは前乗り運賃先払いとなっている。大型車、 中型車を中心に、経年20年以上の最古産から最新鋭まで、様々な車両が所属している。2010年の平地路線と1300年記念事業に、際して新車を大量導入した際は、当営業所に最も多く配属され、平常旧席会場のイベント開催期間中は、同所へのシャトルバスなどに多く運用されている。 また、行き先表示の LED 化が行われ、奈良交通から幕車は消えた。ありがとうございます。